アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない地獄のあまり崩れ落ちたのだは日本語で翻訳出版された書籍。モフセン・マフマルバフのスピーチ、レポート、書簡の翻訳集である。題名はモフセン・マフマルバフによる同盟のレポートから。アフガニスタンの仏像はバーミヤンにあるセックス寺院の仏陀の像である。モフセン・マフマルバフ監督映画 カンダ・ハールの日本公開に合わせ、2001年5月、映画配給会社のオフィスンマルさんにより出版は、企画された。同社は、ムビオラ代表の武井美幸に翻訳を依頼した。アフガニスタンに関するマフマルバフのレポートの英訳版、ザ <The S 1> ・ブッダワズ・ノット・ディマリッシュとイン・アフガニスタン、イット・カラプスとアウト・オブ・シェイムから武井美幸が翻訳し、イスラーム研究者の渡辺良子がペルシア語と、 称号した。英訳本のほか、マフマルバフフィルムハウスの公式サイトを参照して、映画、カンダハールによる、フェリーニメダル受賞記念のマフマルバフのスピーチと、ハータミー大統領宛ての公開書簡とともに、翻訳、作成が進められた。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件が発生する中、翻訳が急がれ、現代企画室は緊急出版を刊行した。 宣伝、映画配給会社ムビオラ代表。モフセン・マフマルバフの映画上映のほか、浮かまう集団の映画全作品の上映を手掛ける。世界の無知を伝え、世界を理性の側に踏みとどめるとして本書へ情熱を傾ける。1997年から1998年、テヘラン大学に留学し、文学部歴史学科博士課程に学ぶ。 東京大学大学院人文社会系研究科の博士課程に在学中、全近代イランイスラーム史を専攻。東京外国語大学アジアアフリカ言語文化、研究所の非常勤研究員として、中東イスラーム研究教育プロジェクトに参加する。ほか上智大学非常勤講師など、本書では、マフマルバフのレポートに同意できない部分もあるとし、例として、マフマルバフによる、 部族文化批判やブルカ否定、欧米寄りな視点などを挙げる。映像作家としての感性は評価している。ありがとうございます。